ね、現在3月23日、平成31年ですね、3月23日の大体19時前後です。BWC 東京ラウンド、ジャパンラウンドか、に参加するために、今から羽田空港の方に向かいます。多分日付が変わる頃に寝ると。で、翌朝早朝動き出すという、まあ、弾丸寝カフェツアーで、どうなることやら楽しみです。久しぶりにアスファルトの上で全開で走れるんで、楽しみです。気温が非常に低くてちょっと寒暖の差が激しいかもしれないですね。3月24日の今京急蒲田駅に、ブロンプトンのワールドチャンピオンシップに出場ということなのですが、今から羽田空港の方に戻りまして、でリムジンバスで木更津まで行って、で木更津から、会場を目指すという流れになります。まあ雨が降らなかったのでよかった。羽田空港に到着しまして、今から袖ヶ浦バスターミナル、沿道木更津駅東口行きのバスに乗ります。12番乗りですね。これは覚えとった方がいいなと思いました。まあ、こうか不幸か乗ってるのは今私だけで、すごい、やっぱりいい感じです。天気はすごく良さそうなので、去年同様、死ぬ気で追い込めそうです。会場の袖ヶ浦フォレストレースウェイに到着いたしました。右見ても左見てもブロンプトン。いやまあ確かにワンメイクレースでこんだけ人集まるっていうのは恐ろしい自転車だと改めまして思いましたし、それの販売に携わっているお礼マスコと心から感謝したいと思います。ありがとうございます。有森さん、こんにちは。よろしくお願いします。頑張りましょう。で、ゼッケンもつけますね。浦安のブロンプトン販売店ここにありと言われるビリーブさんの集団に今ご挨拶することができました。チームクラスとかでいろいろお出になっているようで、あなんか懐かしい顔もいらっしゃってありがとうございます。じゃあこっちがちょっともうビリーブさん素晴らしいですね。ズラッとなんて、うちもそういうことができるように頑張りたいです。チームエンデューロっていうの実は僕さピットシーンっていうの初めて見てるんですけど、すごい楽しそうにみんな和気あいあいで走ってらっしゃって、まあこういうのはね正しい楽しみ方だなとしみじみ思いました。開会式ということで、ウィル・バトラー・アダムス&イギリス大使館の方から、スピーチをしてくれています。ブレグジットの影響がどうなのかって聞いたら、本当にブレグジットしてしまうと、まあ、それなりにブロンプトンにも影響が出そうなので、さてさてどうなりますか、注視したいと思います。ブロンプトンの思想としていいよということだったので、ちょっと行ってみてます。エンデューロに出た人の話だとやっぱりバックストレッチの向かい風がえらいきつかったということを言ってましたので、どうなるんでしょうね。まあ僕の場合はとりあえずこの幅広いコースを使ってアウトインアウトですね、それをできるもんでしょうかね、わかりません。とりあえず1周目まだ体力がある間死ぬ気で行くつもりで頑張ります。しかしこれだけの大量のブロンプトンが走ってるっつうのはすごいことだし、それが可能になってる自転車っていうのもすごいことだなと思います。いよいよスタートです。さてさてどうなりますやら、運動不足を痛感することになりつつ頑張りたいです。無事に事故なく走り終えることができました。で今から自走で木更津駅まで行ってバスで帰ります。で5周目の最終コーナーの手前あたりで、あのウィル・バトラー・アダムスが追いついてきまして、グッドアフタヌーン・プレジデントって声かけたら結構
向きになって追いかけてきたので、ちょっと自然にスプリント勝負でゴールスプリントで、白熱したんですけど、残念ながら1写真差で負けてしまいました。でも最後にね、みんなで写真撮ってくれてすごくいいやつでした。ブロンフロン引き続き頑張って打っていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また来年伺えるように頑張りたいです。行きは自動車で乗せてもらったんですけど、帰りは下り基調だっていうこともありますが、自転車で走っています。やっぱり北海道と比べると道がやっぱタイトで、これでもちゃんと走ってんだからすごいなと思うし、今みたいのがあるんだから恐ろしいとこですね。気をつけて帰りたいと思います。無事に羽田空港の第2ターミナルに到着しました。やっぱ渋滞はしてましたけど、まあ、100分ぐらいで着きましたんで、はあ、鉄道に乗るよりはこっちの方が楽でよかったかな。途中で居眠りもできましたし、2回目の BWC でしたけど、まあ、今回は今回なりにすごい収穫の多い1日でした。やっぱりゴールスプリントでウィル・バトラー・アダムスと張り合ったっていうのはすごい忘れられない思い出になりました。ノーサイドで握手した時は本当に嬉しかったですね。あとは無事に飛行機に乗って千歳に帰ればおしまいです。飛んでほしいです。